ファルマスはイギリスのコーンウォール南海岸、ファル川川口に位置するタウンかつ、行政教区。人口2万1635人。サマセットのバースから200キロほどの A39 号線の終点にあたる。ファルマスは港町として知られる。天然港として世界3位。西ヨーロッパでは最も深いこの港はフランシス・チチェスターや エレン・マッカーサーの世界一修行会の起点となった。ドック内では、ファルマスドック警察が法を執行する。チャールズ準教王に献じられたファルマス教区教会。この地名は、英語起源で、アバーファルというコーンウォール語名は、近年和者が、ウェールズ語の洗礼をもとに訳したものである。中には、かつてのケルト名ペニー CWM チャックを英語化して、 ペニーカムクイックと呼ぶべきとする意見もある。1540年、カリックアン防衛のため、ヘンリー・パスセイは、ファルマスにペンデンニス城を置いた。当時の主な町は、ペンリンで、1613年にジョン・キリグルー教が、ファルマス町を創設した。ペンデンニス城の城壁は16世紀後半、スペインの無敵艦隊の脅威が迫る中で強化された。 心境と革命中の内戦では、議会派に投稿した最後から2番目の城となった。内戦後、ピーター・キリングルー教は、チャールズ一世に献じられた、チャールズ・純教王教会の敷地を手放し、王の庇護を得た。翼に塔を要する相当の足という長唱のデザインは、キリグルー家の紋章をもとにしている。 ファルマスでは1689年から1851年までの160年以上に渡って郵便船が運航された。この貨物船は本国と植民地の間で貨物の運送を担った。グレートブリテン搭載生誕の良好は、起還した艦船の最初の寄港地ともなった。ドックに経由された救命艇。奥に 旧市街とペンディン川が見えるトラファルガーの海戦でのイギリス大将とホレーショネルソン・提督戦士の知らせはスクーナー・ピックル号でファルマスに上陸し、駅馬車でロンドンまで伝えられた。探検航海で有名なビーグル号は1836年10月2日、ファルマス港に怒りを下ろし、世界一周を終えた。チャールズ・ダーウィンは遊国下船し、 家族の待つシュルーズベリーまで郵便馬車を買った。ビーグル号は数日停泊し、ロバート・フィッツロイ船長は近くのペンジェリック街にホックス家を訪ねた。ダーウィンと航海を共にしたサリバンは後年、フラッシング村に陰性し、多くの海軍士官が家を構えるようになった。1839年にはブラジルから到着した4600ポンド相当の砂金が盗まれる事件が起こった。 1858年からファルマスドックが開発され、1867年には王立救命艇協会が近くに救命ステーションを置いた。現在の庁舎は1993年から沿岸警備隊と共同で使用している。全長17メートルのサバーン級、リチャード・コックス・スコット・ゴーとアトランティック75級、イブ・パーク・ゴーの2艇が配備されている。鉄道は コーンウォール鉄道が1863年8月24日、ファルマスまで開通した。鉄道の開通は町に観光客をもたらしたほか、港から荷上げされた貨物を安定して輸送できるようになった。現在、町内には3つの駅がある。ファルマスダック駅は開通当時からの終着駅で、ペンデンニス城やギリングバースビーチに近い。 ファルマスタウン駅は1970年12月7日の設置でコーンウォール国立海事博物館やウォーターフロントファルマス市街の最寄りである1925年7月1日開業のペンメア駅からはザムーア山頂まで徒歩で行けるマリタイム線がこれら3駅とトルロを結ぶペンメア駅舎は1990年代後半に駅名標や長道を残して修復 第二次世界大戦中は31人がドイツ軍の爆撃で死亡した。サンナゼールを吸収するチャリオット作戦の部隊はここから出撃した。U ボートの侵入を阻止するため、ペンデニスからセントモエスにかけて対潜水艦網が張られた。2012年4月30日、ファルマスビーチホテルの4階から出火し、炎上、屋根が崩落した建物は壊滅した。 この火事では100人もの消防士が動員された。ファルマス港ファルマスの開示産業はありし日に比べると衰えたが、未だドックの地元経済に対する貢献は大きい。コーンウォール最大の港湾施設は船への燃料補給や貨物の積み替えで世話しない。クルーズ船の機構も増えており、2007年には64隻が訪問した。 今日のファルマスはもっぱら観光地で、ゲストハウスや旅館に改装された、ジョージ王朝建築の家々からはビーチが見渡せる。ペンデニス城からヘルフォード川まで、キャッスル、トンネル、ギリングバース、スワンプール、メインパースという5つのビーチが続く。2003年2月には、コーンウォール国立海事博物館がオープンした。設計は建築家の MJ ロングによる。 小学校5校と中学校が1校ある。ファルマス大学は、コーンウォール発の総合大学で、ウッドレーンとペンディンのトレモ芸術、デザイン、メディアの学部、大学院コースが設けられており、ジャーナリズムコースとグラフィックデザインコースで、世界的に知られている。ファルマス開示学校は、造船、海洋工学、海洋環境科学、海洋レジャースポーツに特化している。 理工学会によって建てられた気象観測所ランプの夫人フローレンス・ナイチンゲールはファルマスを訪ねたおりグリーンバンクホテルに泊まった。ホテルでは今も彼女の名前が書かれた宿帳を見ることができる。ファルマスは文学との関わり合いが深い。ケネス・グレアムの名作楽しい川辺の塔土、モール、ラットはいずれもここに生まれた。 この作品はグレアムが息子に書き送った手紙をまとめたものだが、はじめの2通はグリーンバンクホテルで1907年5月に書かれた。ホテルにはその副写が展示されている。ポルターックの作者、ウィンストン・グレアムもこの街のことを知っていて、ザ・フォゴトゥン・ストーリーという小説の舞台にしている。映画やテレビ番組の舞台ともなった。映画スターのウィルヘイは、 ウィンドバグザ・セーラー撮影中の1935年、ファルマスの顔なじみであった。この映画では、ドック地区で多くのシーンが撮影された。ドック地区は、ジョン・ミルズ出演の1948年の映画、スコット・オブ・ザ・アントクティックにも登場する。ロバート・ニュートン、ボビー・ドリス・コール出演の1950年のディズニー映画トレジャー・アイランドは、街に観光客の増加をもたらした。 1970年代後半には BBC の連続ドラマザ・オネジン・ラインのロケがされた。2011年にはブラッド・ピット主演の映画ワールドウォー Z ・オー・ゼットの撮影がドックや沖合の会場で行われている。王立コーンウォール理工学会はファルマスに本部を置く。ファルマス美術館は19世紀から20世紀の様々な作品を収蔵する公共美術館で1年に4。 5回現代、コーンウォールの著名な芸術からの展覧会が開かれる。冬のファルマス湾に沈む夕日、カッスルドライブからサウスウェストペニンシュラプレミアリーグに所属するファルマスタウン FC は市街南西のビッグランドパークを本拠地とし、ラグビーユニオンクラブのファルマス RFC はザムーア頂上のレクリエーショングラウンドで活動している。ボートなど、 ウォータースポーツの人気も高く、ヨットマンのロバート・マンディーは13歳の1965年6月から8月にかけてマサチューセッツ州ファルマスからこのファルマスまで単独公開を果たした。使用したのは全長4.1メートルのティン・カーベル号で当時史上最小の船での大西洋横断となった。1998年には大型ホブネレースのスタート地点となり、 およそ90席がリスボンに向けて出版した。1999年8月11日の午前11時11分からファルマスでは回帰日食が2分以上続いた。これはイギリス最長の継続記録であるアーウェーナック街にあるキリグル家のモニュメント。ありがとうございます。